入れに来ました。なんと、ただでした。で、今までね、GoTo Eat ね、これがみ。GoTo Eat で貯めたポイントで、しばらくただで乗れます。で、今日はね、バイクの命であるタイヤ、タイヤの空気を入れようと思って、ちゃんと行きました。ちょっとね、行ってみますね。空気入れコーナー。コーナー行きました。ね、で、こういう、タンクに入ってて、こうして刺してね、こういつも入れるんですね。で、見ての通りね、問題は、このノズルの形なんですよ。で、こっちのノズルはこうなので、とても入っていかないんですね。で、今回買ってきたのはこれ。L 型。これをここにつけて、手前に突き出してくれるという計画です。はい、これね、通信販売の Amazon で買いました。ちょっとやってみましょうか。若干手が汚れるかも。まずこのキャップを外す。で、外れましたね。こいつをつけるんだ。ダメか、これ。一旦漏れる。でもね、なんとかつきましたね。で、先っちょ外す。こんな感じです。出来上がりはこんな感じですね。で、ノズルをつけてみましょう。ノズル。スタンドのノズルね。で、ガンで。結構漏れる。ダメかな。入りましたね。どうだ。パンパン。じゃあ前へ行こう。はい、あ、なんだろうこの人。前のタイヤをやってみましょう。こんな感じですね。で。例のブツをフロントはつけっぱなしいけるな。つけると一時エアが漏れます。そこは気にしない。ガンをつけます。漏れる。ちょっとね、うまく映ってないですけど、ちゃんと角度決めれば。はい、なんとなく入りました。結構ね、いい商品だったかもしれない。では以上です。あ、ただね、手もそんなに汚れてないや。あ、結構いいですね。結構いい商品でした。